本人前によくそこまで歌えんな大した度胸だわ。いやーすごかった。秋川さんいかがでしたか。いやなんか私の方が緊張しました今いや本当にね素晴らしいもう美声のもう持ち主でもうなんか音大に行ってオペラ勉強してほしいななんか、でも接骨院というね、本当にいや本当にね安定してる声で自分19歳の時ってねまだビブラートかかんなかったんですよ。それがもう安定してビブラートもかかって声が伸びてね本当に素晴らしかったです。憧れの秋川さんの前で歌ってみてどうでした。いや本当にいつもコンサートとか好きで行かせてもらったりして本当に秋川さんがいなければ僕は歌を歌っていなかったので本当に秋川さんの前で歌えてすごく幸せです。すごいどんどん夢叶えてんなよかったな。すごいこんな涙ぐぐらい嬉しい。いやそれ緊張するわな。一つの夢が叶いましたが、さあもう一つの夢歌唱王へのまず決勝進出となるんでしょうか。はい、944点以上が出れば決勝進出が確定します。頑張れ。果たしてどうでしょうか。この後結果発表です。さあ944点を上回れば決勝進出が確定します。長野県代表平野大成さんの点数の発表です。936点。残念4位ということですから残る出場者の結果を待つことになります。はい、平野さん本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。いやーよくね歌いたかったんだろうね。よかった。さあそれではいよいよ A ブロックもあと3人です。はい、上位5人の決勝進出はどんな顔ぶれになるのか。10人目の登場です。